関空にファン400人。大阪関西空港に人だかり。これはイ・ビョンホンが大阪でファンミーティングを行うため来日するということで待ってるファンなんです。来日のタイミングは極秘だったんですが、400人を超えるファンが集まりました。イ・ビョンホンがロビーに現れると割れんばかりの歓声が上がります。関西初上陸なだけにかなりの熱気です。大阪から近いのぞ、熱気ですね。イ・ビョンホンは15日から東京、大阪など4都市を回ってファンミーティングを行う予定です。さあ次は